はい、今回はですね、この UM10 と、このね、iPhone を使ってカラオケ機能使えるかどうか試してみたいと思います。で、もうあらかじめこの UM10 はもう電源がついてます。で、今マイクがこれ、ついてる状態になってます。この通りね。で、これのね、出力側の方は、このアンプに入ってます。このアンプにね、このアンプの AUX のこの入力にアナログで入ってます。で、入力側なんだけど、これが付属してるんでね、よいしょ。この先っぽが、このイヤホンジャックになってるね、これが付属してるんで、これを iPhone の方に、ぐさっと挿したいと思います。で、みんな iPhone でね、携帯のカラオケのアプリもあれば、無料もあれば有料もあるし、当然ジョイサウンドもあるし、ね、YouTube なんかでもあるし、最近流行りの YouTube からカラオケを探して、ね、やってくれるアプリもあるし、いろいろあると思います。ね、要は、入力した音のキーを上下で変更することができるので、あんまり難しいことは考えなくて OK だと思います。じゃあ、これでもう電源さえ入れれば、iPhone からの音がそのままこっちに入力できることになるんで、iPhone からちょっとね、YouTube を起動してみたいと思います。で、はい。で、YouTube でね、今カラオケで Google となんかいろいろこう出てきます。たったったったとね。じゃあ、まあ、とりあえずこれピタッとね、再生してみたいと思います。これね、このまま電源オフでも一応アンプの方に音さえ入力すれば音は出る状態になると思います。これね、じゃあこっち側のボリュームを上げていきます。ほら、音出てるでしょ。じゃあ電源入れたいと思います。音はね、アンプを通してスピーカーから出てます。はい、じゃあキーを変えていくよ。ね、キーもちゃんと変更することができます。で、当然マイクもこうやってほら、あーあーあーっとこう使うことができます。ね、完璧でしょ。ね、そういうことで、この UM10 は iPhone と組み合わせて楽しむこともできるということが分かりました。いかがでしょうか。別にアンプ通さなくても PC 用のスピーカーで十分だからね、この後ろからつけるのはね。そういうことです。また分からないことがあったらコメントいただければ、気がつけば返したいと思います。じゃあみんな、ジョイスタンドカフェ登録しましょう。すぐくれるからね、これね。200名様です、毎月。じゃあね。